富山地方鉄道14,780系電車は、かつて、富山地方鉄道に在籍した電車である。14,780系14,782、1955年に、先行して製造されていた、同社初のカルダン駆動車、14,770型に続く、カルダン駆動の増備車として、1956年から1958年に、 かけて、各年2両ずつ、合計6両が製造された18平方メートル扉車である。メーカーは14,770型に引き続き、日本車両製造東京支店である。14,770型での使用実績に、基づき、富山地方鉄道では、初の2両固定編成を採用しており、制御電動車のもは14,780。 制御者の区ハ180から構成される。大きく変更されたのは全面で非貫通2枚窓となった。1957年に製造された第2編成まではヘッドライトは1等であったが、1958年に製造された第3編成では中央に主灯、左右に副灯を配置するスタイルとなった。第3編成では貫通路も1.2メートル幅の 広幅間通路に変更されており、全面スタイルと広幅間通路については、その後増備された1万2 0系1万4720型においても踏襲されている。側窓は一段上昇式の大型窓が1万4770型に引き続き採用されたが、角をわずかに丸めることで1万4770型よりも近代化された印象となり、 なおかつ大きな上昇窓の天袋を確保するため、幕板がかなり広く取られたことで、正面2枚窓と相まって肩の張った独特の張り上げ屋根スタイルが形成された。祖父を丸めながらも全体は角張った断面となり、後続の120系14720型に比べると、軽快さこそ角が落ち着いた風格のあるスタイルとなっている。内装は、 扉間が固定クロスシート、車端部はロングシートで14,770型と同様の設備であったが、車体寸法は普遍ながら乗務員室が片側だけになったので、その分シートピッチが拡大され、ゆとりに乏しかった14,770型よりも居住性を改善している。 足回りについては高成績を得た14,770系のシステムを踏襲し、台車も同系の広範溶接軽量台車である日本車両製造な 4P を用いている。電装系は東洋電気製造系で中空軸平行、ガルダンク同方式の TDK-803、A110kW モーター4機を ES-760A 電動カム軸制御機で、 直並列抵抗制御、ブレーキ装置も電空平用電磁直通ブレーキである。特急を筆頭に、すべての運用に充当された。しかし固定クロスシート車であることから、14,760系の増備が進むと、特急運用への充当機会は激減し、特に比例棒のままだった第一編成については、後年はほとんど特急運用には入らなかった。 1985年頃から更新工事が施行された。側面窓はユニットサッシ二段窓か、全消灯もシールドビーム二等式に変更された。千七14782.14783は台車を日本車両製のボルスタレス台車に換装した。区百181から183の台車は国鉄455系の廃車発生品に換装した。 更新改造とは別に、九百八十八年には、冷房化も第二編成、第三編成に対して行われた。九百九十二年に第一編成が新塗装化され、車体素部分も直線化されたが、冷房化は行われないまま九百九十七年に廃車となった。その他の編成も一万六千十系の入線により九百九十九年までに廃車され、 形式消滅となった。ありがとうございます。